85mm 高射砲1939年型 52K は、第二次世界大戦で使用されたソビエト連邦の高射砲である。水平爆撃機などの中高高度を飛行する航空機を迎撃するのに適しており、独ソ戦の全期間を通して運用された。52K の生産は1944年に終了し、以後は改良型の 85mm 高射砲1944年型 KS-12A の生産に移った。同時に、これまで生産された 52K は、KS-12 と呼称されることになった。52K は、緊急時には対戦車砲として運用することもできた。また、T-34 から85中戦車などに、搭載された一連の 85mm 戦車砲は、この高射砲から派生したものである。52K は、MN ロギノフと GD ドローヒンらによって設計され、1939年に、正式採用された。本来は防空用の火砲だが、対戦車戦闘を想定して、鉄鋼弾も配備されていた。52K と同時期のドイツ国防軍の高射砲として、8.8 センチメートルフラッグ18、36、37がある。52K は16門で一つの重対空連隊を構成し、この連隊は、野戦隊空軍の師団に配属された。85mm 高射砲は、対戦中に4047機の枢軸国軍機を撃墜し、1機を撃墜するためには、平均598発の砲弾を要した。戦後に過剰となった 52K は、東側諸国に供与された。また、山岳地帯で対雪崩砲として使用されたものもあった。1943年、ソ連軍は 88mm 戦車砲を搭載し、厚い装甲を備えたドイツ軍のティーガー I 重戦車に遭遇した。当時の T-34 中戦車は 76.2mm、F-34 戦車砲を主砲として装備していたが、この砲ではティーガー I に対抗することは困難だった。このため、軍事計画者たちは V グラービンと F ペトロフの設計局により強力な戦車砲を設計するよう指示した。新しい砲は 52K 高射砲の対戦車砲弾を使用するものとされた。最初にペトロフらが手掛けた D-5 が完成した。この砲は SU-85 自走砲に搭載され、いち早く前線に送られた。一方、グラービンらは、第92スターリン工場で JIS-53 の設計を進めたが、完成は D-5 より遅れた。また、開発中にグラービンが中央火砲設計局に異動となり、エーサービンがプロジェクトを引き継いだ。これとは別に、K シデレンコのチームが S-18 を開発した。3つの戦車砲は、ゴロホビエスキー試験場で審査され、JIS-53 が新しい T-34 の主砲に選ばれた。ところが、新しい砲塔は先に完成した D-5 を前提に設計されていたため、JIS-53 を搭載するには手直しが必要になった。改良された砲塔の準備が整うまで、D-5 のサブタイプである D-5T 戦車砲を装備した。T-34 が生産されることになった。これは T-34 から851943年型と呼ばれ、1943年末に生産が始まった。砲塔が再設計される間、サービンらは JIS-53 の改良を行った。新しい砲は、彼のイニシャル S を加えて、JIS-S-53 と名付けられた。JIS-S-53 を装備する T-34 から85は1944年型と呼ばれ、1943年型に代わって1944年春から生産された。後に行われた試験では、85mm 戦車砲の威力は元となった。高射砲に劣っていることが判明した。このため、新たに 122mm 対戦車砲が開発されることになった。52K は戦後ソビエトはじめ東側で制作された戦争映画に頻繁に登場している。また、全体的な構成と中大気周りの構造がドイツのフラッグ18、36、37高射砲に類似しているため、ドイツ軍兵器として登場する作品も多い。西側で制作されたいくつかの映画には 88mm 砲として登場している。ありがとうございます。